さあ、ドリユに今日も遊んでいこうと思います。今回は、ジャンルをホラーに固定して遊んでいこうと思います。まあ、とりあえずおすすめポイントが高いところから始めていっか。間違いないでしょ。ザ・トワイライト・シフト。お、始まったか。いきなりなんだこれは。この部屋はなんだ。パソコンめちゃんこあるな。今はまだ操作できない。勝手に動いてる。あ、動いた。動ける。うん、インバート。三角インバート。何これ。ん？あ、上下逆だ、これ操作。うわ、これちょっと困るな。上ボタン押したら下向くパターンね。了解しました。これややこしいんだよな。これ困るんだよな。特に何もできない。できないか。四角。開いた。あれ？ちょっと待って。操作が急に元に戻った。なんだ？どういうこと？上ボタン押したら上向くようになった。なんだこれ。開けない。開かない。ロックされてます。ってことは、鍵が必要っていうことですね。これは、まあ、ホラーっていうか、今のところホラーっていうか、謎解きって感じだね。ん？ここも開かないか。あれ？電話の音鳴ってない？これ、俺んちか？俺んちの電話か？どこも開かねえ。うん、電話を鳴ってる音ってなんだこれ。どっから鳴ってんだ。こっから入ったんだよな、これな。あれ？電気が消えてる。あれ？これ、どこに行けばいいんだこれ。どうやって行けばいいんだ。あ、また上下逆になってる。反転が逆になってる。うん、待てよ。これか取れる？キーカード、あった。なんでさ、これ上下のさ、これさ、またあれなんだけど、また元に反転した。ちょっと待って、またあれなんだけど、上下の操作が反転し始めたんだけど。あ、これあれだ。なんか位置変わった。さっきこんなんじゃなかったぞ。ここでキーを使う。で、開く。開いた。あれ、さっきとなんか地形変わった。ローグライクみたいになってる。ローグライクですかこれ。開かない。あのカードキーで便利なやつかな。ここでも使えたりするかな。あ、使える。有能じゃん。あれ、もう、あ、待って、女子トイレ行ってみっか。これ女子トイレでしょ多分。入れる。おはようございます。女子トイレおはようございます。あ、これホラー感出てきますよ。まあ、うっすら、中見えるんですけどね。欠落してるな、このドア。何もない。でもちょっとなんか、BGM が、物々しくなってきたな。誰かが太鼓鳴らしてる。広いけど何にもねえな。ホラーやんけ。今のはホラーやんけ。うわぁ、ちょっとこれゾクッとした。今オールゾクッとした。オールド靴下。もうあの、なんか幽霊みたいのが出てくるために作られたような廊下なんですけど、これ。この字の。この字っていうか、なんだこれ、もう、炉の字だよね。この字っていうか、もう炉の字。開くな。開けるか。あやー。ここはなんだ、ミュージアムか。美術館。いや、これ完全に目つぶしされた感じだけど。いやー、関係は、いや、特になんもないな。何なんだろうこれ。あ、暗くなっ、いや違うか。これ何だったんだろう。関係ないのか。後で関係してくるとか、そういうやつか。いや、わかんねえ。これ一周してんじゃん。こんなくるくる回ってたら、あれ、なんか、また変わってるわ、地形が。地形変える効果を持ってる。誰かが。そういう能力持ってる。誰、あ、あ、
扉の先は光。あ、はいはいはい。え？え？操作が効かない。さっきの扉のとこまで来て、石像が動いてちょっと微妙に近づいてくるっていうね。いや、ちょっと待って、これはあんまり怖くない。さっきの方が、わっ、また開いてる。ちょっと性的な匂いが。いや、これはホラー、ちょっと待って、これホラーなのか。待って、分からん。あ、操作が、いや、まだ効かないな。あ、効く効く。さっきまで雰囲気良かったのにな。一気にちょっとギャグっぽくなったんだけど、ちょっと寂しいな。いや、ここは出るのか、出るべきか。さっきの場所、あ、戻ってきた。え、うん、またここ開けんのか。またここ開けんのかな。さっきのとこに繋がるんでしょ、多分。あ、繋がんない。なんかマジックショー、マジックショー体感してるみたいな、なんかそんな感じになってんだけど俺。あ、閉められた。開けてよ。いや、開けてくれない。閉まっちゃったよ。閉まっちゃうおじさん、あの噂の。あ、勝手に操作が始まった。12時、あれ、始まりって確か時計12時ジャストだったな。7分経ってる。12時7分。あ、これはホラーっぽいね。わー、遠のく天井が、雲の糸。さっきから英語なんつって、レクターっつってんのかな。レクター博士。見づらい時計だなこれ。首痛めるわ。今何時だっけっていう時、首痛めるパターンだ。開く。解放された。ん？これはホラーですよ。あれ？画面が真っ暗闇。どうするの？あ！なんだ、夢か。なんだ。夢だったのか。いや、でも時間は、さっきの時間だな。12時7分。いやー、これちょっとカオスですね。でもやりごたえは、あ、待って、カードキーがない、なくなってる。あれ、またカードキーなかった。あー、一番最初のとこに戻ってきたってことか。これは、うん、なんか今、え、なんか、はん、けど閉めたけど開いた。アンビバレントな思い、ここにあり、ここに極まってる。誰かいる。いや、コーヒー、ネスカフェアンバサダー。ん、カードキーないんだもんな。カードキーないなら開けられないよな。まあ、こうなると、あれ、なんか遠くに赤いのが見えるんだけど、ちょっと待って、ここ開かないよね。いや、これ無理だ、これ無理だ、無理だ。ってことは、あの赤いところだな。人という字はみたいになってる。入るという字はみたいな。武田鉄矢。え、何あれ、なんだあれ、椅子か、脚立か。これはなんだ、オブジェ、赤いオブジェ。なんで光焚いてんの。え、待って、開くんかい。開いた。 Don't move。 なんだろうこれ、コントロール室みたいな、制御装置みたいな。バイオハザードのロッカー。ん、なんでこれ、オルゴールか。あれ、勝手に操作聞かなくなった。ムービーです。うん、この写真すればさっきもあったな。
恋人かなって思ったけど、そうでもないのか。めっちゃ作られてるじゃん、このゲーム。しっかりしてるな。しっかり作っとるやん。なんて書いてある？お、オリビア。オリビア、オリビア。オリビア、オリビア、オリビア。オリビア、オリビア、オリビア。オリビア、オリビア。この女はオリビアっていうのか？これは戻って良さそうかな。暗いよ。凄まじく暗う。凄まじく暗い。何をしていいかがわ、てか何が今どうなってんのかわかんねえ。ドアをノックするのは誰だ？そういう映画あったな。ん？戻ってきました。あ、ブルーロードになって、ま、こんなんなかったよな。あ、青い、なんか微妙なカーペット 微妙カーペット、開くか、開いた。る感じか。え、これ普通にホラーゲームちゃんと作っちゃってんじゃん、これ。さすがおすすめ。さすがおすすめでございやす。ここ何これ？ミュージアムかと思ったのに、ここだけなんか食べ物屋さんみたい。誰？なんか壊したよね、今。明らかに。壊す音聞こえましたよ、今。修理費払ってくれんなら壊していいけど。ん？こっちか。なんかうにうにしてる、うにうにしてる視点が。うわ、なんだ。次は何ですか？すげえ、長編だね、これ。これ作ってる人すごいな。単純に感服します。開く。また上下の操作が元に戻った。反転。俺の苦手な反転じゃなくなってる。そっちもちょっと怖い。これ意図的にそうしてんのかな？それとも。操作を気持ち悪くすることによってなんか、え？あ、影が。誰か来る、誰か来るよ。誰か？誰だ、いた今、誰かいたよな。誰だ？誰もいない。あ、なんかちょっとボロくなってない？気のせい。開く。ここは何かあるか。なんかあるか。いや、これ関係ないか。何？何です？コントローラー触れてます。いや、雰囲気だけ出しただけだ。やっぱ問題はここだろう。うわ、また来た。あ、戻ることも前に進むこともできなくなった。え、あったー、あったー、留置所。ここちょっとゴールデンアイっぽいわ。ゴールデンアイの図書館のステージ。待て、なんだ、こっちか。あ、元に戻ってきた？あ、あ、あ、え、あ、近づいてきた。わ、また元に戻ってきた。今、カムホームって言ったよな。家に来い。帰って来いよ。松村和子。ああ、またここに来ちゃった。戻ってきちゃった、ここに。例の。ここ開くのかな？ 開くんか。いや、なんかあるか？いやー、なんもないか。結構、サクサク進めてるけど、いいかな、これで。あ！シャイニングドア。シャイニングルート。
世界観は不気味だけど、これ何がどうなってるのかようわからんわ。オリビアは幽霊だったみたいな、そういうこと？列車みたい、列車みたいな音鳴ってる。あれ出てきちゃった。クーロンズゲート、クーロンズゲート、なんか終わった感じ臭いね。なんかお化け屋敷を体験してる感じのゲームでしたね。なんか誰かに迫られてくんのかなと思ったけど何にもなかった。あ、これとかどうよ。もう見えちゃってるけどね。なんかモータルコンバットにこんなキャラいたよな。あ、どうやらこれが俺らしい。マジか。胴長、胴長、こんなに胴長い女の人いる？開かないか。あ、ハイド隠れる。え、ちょっと待って、これは難しそうなゲームだな。三角でオープン、フラッシュライト四角、あ、これで消すのか。あれね、キック、あ、壊せる。三角でオープン、あー、メニュー画面がオープンする。扉開ける。これはちょっと怖いな。ラン、 L1 で走る、なるほど、 L1 で走る。誰かいるか、いや、いないか。これ追われるパターンですよ、間違いなく。服装がちょっとダサい。いきなりキック、キック。声でけえし。あ、死んじゃった。いや、生きてる、生きてる、生きてる。逃げろ、逃げろ。逃げた方がいいか。もう暗くて何が何やら分からんわ。ちょっとエフェクトかかりすぎてもうよう分からん。逃げろーい。扉開けてる時にも来るのかよ。扉開けてる時にも来るんかい。どうすりゃいいんだよ、それ。そう、 うわー、これ見づらいな。うわー、きついきついきつい。サイレン並みにきつい。なんかアイテムとか、これ回復とかないのかな。ずっとこれなの？うん、これだろ。ん、鍵ちっちゃ。鍵の大きさに対して箱の大きさよ。逃げられっこないだろ。完全に抑えられてんだけど、完全に。てか音でか、音でか、うるせえ、うるせえ、耳壊れるぞこれ。モンスターよりもこの BGM の大きさよ、びっくりするんだけど。ん、ザ・ドアロック、ニードアキー、あ、さっきのじゃない、これか。イエス、開いた。音でけえ。あ、首切る。お、ん？これ来ちゃったね。俺今からこいつと戦うのかな。キルズアーミーオブアイスエイジベイビーズ。いっぱいいる、いっぱいいる。いっぱい、時々でかいのが来る、時々でかいの来る、ちっちゃいのいっぱいいる、ヨーダみたいのがいっぱいいる。やめてくれ、やめるんだ、これ以上やめてくれ。俺は悪いやつじゃない。どうすりゃいいんだこれ。あ、あーあーあー、ヨーダだ、ヨーダ、本当の本当の意味のヨーダ。あー、この子供は、あー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 あ